はい、皆さんこんにちは、タビクマです。私は今台湾台北タオヤの第一ターミナルに来ています。でですね、まあこの前の動画でやりました、今ですねラッキーランドキャンペーンということで、当たると2万2000円分の台北で使えるカードがいただけるというキャンペーンやったんですけども、結果は前の動画を見てください。というわけでですね、今回この動画はですね台北の滞在ですね、今回2泊いたします。どこでちょっと動画の方を切るか分かりませんけど、皆様ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでですね、今回台北市内までは、地下鉄ですね MRT で行こうと思います。はい、そしたらですね、今回はヨーヨーカーですね、台湾の IC カードの買い方をねちょっとやってみたいと思います。今回は初めからやってみようかなというふうに思うんですが、ここでできるのかな。日本語にしてカードを購入するですね。で、イージーカード、ヨーヨーカーを買います。で、統一番号ってなんだこれは、不要で確か大丈夫ですね。で、カードの価格が100元で、最初の利用額が400元で、合計で500元が必要ですね。とりあえず最初崩す意味も含めて1000元を入れます。あら、あ、お釣りが出ませんか。500元ちょうどじゃないとダメなのかな、これ。処理中です、少々お待ちください。お取り扱いは完了しました。はい、これでですね、ヨーヨーカー、なんかこんなちょっと違うのが出てきた、ヨーヨーカーが買えました。まあ、とりあえず最初買うには500元が必要ということですね。で、とりあえず今ヨーヨーカー買えました。でですね、400元使えるんですけれども、この台北の空港から市内までの地下鉄が150元かかりますので、まあね、その点を考えて途中でまたねチャージをしなきゃいけないと思いますので、その動画はまた、ね、チャージが必要になった時にやりたいと思います。はい、じゃあ今買った、ヨーヨーカーで改札抜けます。これにもタッチするだけで大丈夫ですからね。はい、でここ台北タオヤン空港からですね、市内中心の台北駅までは普通車と、エクスプレストレインということで、まあ、速達車があるわけなんですけども、ここからでしたね、速達車を乗ろうと思います。速達車が紫、そして普通車が青になっています。快速車乗りました。なんかこんなテーブルまである。確かね、ボックスシートはね、あの無接点の充電器もあるんですけども、それ以外はこういう風に、わかるかな、 USB の A かなの差し込み口はありますね。はい、16時43分定刻で空港、タオヤン空港第一ターミナルを出発です。はい、時刻17時20分です。台北駅に到着です。第1ターミナルからだと37分ですかね。はい、この、空港からの MRT の台北駅ですけども、台北駅の中心まではね、またちょっと歩く感じですね。東京駅の京葉線っていう感じですね。はい、時刻は17時21分です。はい、地下鉄まで10分かかりましたね。17時32分です。ここからまたね、ヨーヨーカーで、地下鉄乗って2駅移動します。はい、地下鉄で2駅移動します。ちょっとねラッシュの時間になってきましたね。はい、台北から2駅上海駅に到着です。20元ですね。これは100円ぐらいですかね。
北シャンレン駅に到着しましたってね、うん、今晩泊まるホテルはこの駅から歩いて行けるんですけれども、ホテルに行く前にですねちょっと寄りたいところがあります。まあね、もう夏になって5月になっても暑くなりましたね、マンゴーの季節になっている感じです。それをねちょっとね食べに行きたいと思います。もうね夕方の5時、もうすぐ夕方6時なんですけれども、こんな感じでね夕飯を食べる人たちでなんかこう賑わってきたっていう感じですかね。このパン屋もね結構有名なんですよね。はい、まず食べに来たのはね夕飯ではないですね、こちらのかき氷をちょっと食べに来てみました。結構ね有名なお店みたいなんですけども、この時間だったら空いてるかなと思ってきたら狙い当たりましたね。ちょっと空いてます。しかもこういう風に日本語でねメニューが書いてあるんで、やっぱりこの時期はマンゴーのかき氷が食べたいなという風に思います。あ、でもこれもいいな。あ、でもやっぱりこっちにしよう。これ違う。あ、ミルク氷か。どうしよう、じゃあこっちにしようかな。ミルク氷がいい。じゃあミルク氷、うん、マンゴーミルクかき氷で180元です。あ、ないかな。で、ね、こういう番号札をもらいます。いろいろありますね、メニューはね。こんな感じです。はい、来ましたよ来ましたよ、マンゴーミルクかき氷です。こんな感じ。基本的にあのマンゴーって台湾でも5月から9月ぐらい8月ぐらいまでなんですよね、フレッシュなマンゴーが出るっていうのは台北では。なのでね、もう今回はマンゴー尽くしでいきたいなというふうに思っております。じゃあね早速、シャーレン駅から徒歩5分ぐらいですかね、マンゴーミルクかき氷いきたいと思います。じゃあいただきます。うん、超美味しい。来てよかった、めちゃめちゃ美味しい。うん、今ね台北もう着いてから暑くてね、まだもうっていうかまだ30度超えてるんですね。そんな中かき氷はもう最高ですね。このツヤがいいですね。はい、マンゴーかき氷美味しかったです。こちらのお店ですね、ピンザンという名前ですね。シャーレンの駅から徒歩5分ぐらいですね。プリンの、ね、トッピングとかも美味しそうなんですけども、今回は純粋にマンゴーのミルクかき氷180元ですね。日本円で800円ぐらいかな、このぐらいですね。美味しくいただきました。まあ、有名店なのでね、お昼とかに来ると並ぶかもしれませんね。はい、じゃあね、ちょっとね、ホテルに行きたいと思います。はい、今回泊まるホテルはこちらですね、 CU ホテルです。アゴダで、撮りました。はい、こちらの CU ホテル1泊8500円だったかな、そのぐらいでした。はい、こちら、台北で今回1泊いたします CU ホテルですね。お部屋の方が今回ツインというふうになってまして、入って左側がこのようにもうね、バスエリア、ウェットエリアになってまして、トイレ、ウォシュレットはありません。でシャワーブースはねこんな感じです。ハンドシャワーだけですかね。ボディーソープとシャンプーとがそれぞれある感じです。はい、でこちらはですね、歯ブラシありますね。こんな感じで、あ、髭剃りもあるんですね。そしたらですね、ベッドルームの方、テレビがありまして、ティッシュとお水が2本あります。ポットとあとカップ類、そしてベッドはシングルベッドが2台あるツインですね。で一応ね窓もありました。ただですね、フロア的には2階になるのでこんな感じです。はい、じゃあですね、こちらで一泊いたします。 CU ホテルですね、ネイロカヨイチのすぐ近くにあります。はい、それじゃあね、お部屋紹介以上です。ありがとうございました。時刻は19時17分ですね。これからちょっと、夕飯を食べに行きたいと思います。はい、5月の台北市内、ただですね気温は29度ですね。それ以上に蒸し暑い
っていう感じがすごいしますね。シュアレンの駅のこういうお店もね、美味しそうですね。結構ね、こういうお店とか新しい雰囲気のお店と結構ね混ざってる感じですね、この辺は。はい、やってきたのがですね、シャオレンからまた歩いて 5分10分ぐらいですかね、小籠包のお店にやってきました。銀品レストランと書いてあります。ちょっとね行ってみましょうか。はい、メニューはこんな感じですね。小籠包8個入りかな、多分ね写真だ見ると8個入りで170元安いのでそのぐらいかなっていうふうに思います。あとね、小籠包とチャーハンみたいな感じで行こうかなっていうふうに思いますね。はい、まず来たのはですね、空心菜、ここから行きたいと思います。いただきます。お腹美味しそう。いただきます。はい、一応料理がね全部出ました。エビチャーハン、空心菜、そして小籠包ですね。はい、こちらいただいていきます。じゃあ小籠包いきます。はい、じゃあ小籠包いただきます。あ、うまい、うまい、うまい、小籠包は温かいうちに食べましょう。うまいです。皮が薄い感じがするのかな、結構だからそのまますぐお肉というか具にいけるんで美味しいです。はい、次ね、エビチャーハンです。はい、シェシェ。パラパラ系で結構味が薄い感じがしますね。ちょっとね、もうちょっとパンチがあってもいいかなっていう気がしますけど、やっぱでも美味しいですよ、エビ美味しい。はい、こちら金品、なんだっけな、ティーレストランって書いてあったかな、英語では。はい、こちらですね、今のメニュー2人で、605元でしたね。だから3000円ぐらいなのかな、3000弱ぐらいになると思います。はい、それじゃあね、次行きます。はい、またやってきました、寧夏夜市ですね。もう何回来てるのかちょっと分かりませんけれども、またちょっとね夜市を歩いていきたいと思います。はい、まずですね、夜市の入り口にあるしうり球っていうのかな、さつまいもボールみたいな、スイートポテトボールって書いてありますね。はい、こんな感じです。でこんなでね、小さいサイズで50元で、一応これオリジナルで特にね変わった味はついてないやつですね。いただきます。はい、いただきます。あったかい。じゃあこれかじりながらちょっとね夜市を歩きたいと思います。すごいすごい人ですね。なかなか前に進まないようなそんな感じ。この鶏肉は美味しそうだな。ここのジーローハン美味しかったですね。ね、夜市の雰囲気いいですね。やっぱり今だいぶ人は増えた感じですね。
もうね、並んでるお店はね、ものすごい並んでるんですよね。ちょっとね、喉が渇いたんでスイカジュースいきましょうかね。はい、スイカジュース1杯40元ですね。あ、もうちょっとね、今汗だくですけども、はい、こんな感じでですね、ネイカ夜市行ってきました。スイカジュース美味しい。とりあえずね、一旦これで戻っていく感じにしようかな。まだね、全く何も決めてないんですけども、ちょっとね、マッサージも行きたいっていうのもあったりします。とりあえずスイカジュース飲んでから考えよう。はい、ネイカ夜市もですね、ネイカ夜市もですね、もうだいぶ人が戻ったというかね、ごった返しててね、多分昔以上に混んでる気がしますね。まあなんか、このセリフ前も言ったような気もしますけども、で、ね、結構日本語もね、ところどころ聞こえたりなんていうふうにもしています。はい、お腹の方も満足しましたので、ちょっとね、こちらでここね、前来てよかったんで、フットマッサージだけやって帰ろうかなと思います。じゃあちょっと行きます。はい、マッサージ終了しました。ですね、30分で400円だったかな、足裏のマッサージを受けてきました。でここね、結構気持ちよくていいですね。はい、そしたらですね、今日はここまでとしたいと思います。じゃあまた明日です。じゃあおやすみなさい。はい、それでは少し長くなりそうなので、今回の動画はこの辺りで失礼させていただきます。この次の動画では行ってみたかったショップやグルメ、初めて行く夜市なども行きます。またシーズンに突入したマンゴーも後半では食べ歩いていますので、続きの動画もぜひ見てみてください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram の方やっております。ぜひともそちらの方フォローとチェックの方よろしくお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価をいただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。